もここへやってまいりました。ちょっと遅め、まあ仕事帰りですからね。いやー、ここは海も綺麗だし釣り場も綺麗だしいいね。今日もつんちゃんと、そしてつんちゃんママと、そしてこうちゃんと、そしてシャンタカフェさんと、今日は5人で楽しもうと思います。仕掛けはこれ。じゃじゃーん。まずは現地から新作公開。ランカーシーバスが来ましたよ。どこ行った。なのでちょっと泳がないけど、これぶっこんでみようと思います。でしょうか。あれだけ来てたヤリイカが今日は全く来ません。青色の電球機もいいね。相変わらずメバルはたくさんいます。ナマコもいます。ケビもあるので、後でちょっとやってみましょうかね。きたー。あ、これいいサイズなメバル。メバルです。来ました、ナイスなメバル。おー、こないだ俺が釣ったやつより全然でかい。これはキープだべ。美味しそうに漬けにしたらねえ。今度はカサゴ来ました。かわいい。また釣れました。おお、これはまあいいサイズ。ナンバー2、また来ました。メバル。ちょっと釣れます、ね、今日はヤリイカ来ないけどメバルがいい感じです。これはでかいよ。前回のアオリよりもサイズアップな春のデカアオリらしいやつを釣りたい。きっとこれはでけえぞ。これはでけえぞ。上がる上がる。上がります上がります。おお、なんだこれ。おい、きたー。タカノハダイ。これはでけえ。よう引いてましたね。あのぐらい引きあると面白いでしょうね。また釣れました。今度はアラカブ。こっちの竿は全く当たりありません。腹減った。いやー、今日はまた何がご馳走してもらえるんでしょうか。いいですね。オッケーオッケーにしとこう。ちょっと硬いかな、ちょっと硬いかな。はい、うわー、味噌煮込みラーメンです。ラーメン来ました。とうとうラーメン。アワビもあります。寒いからこれラーメン絶対いいでしょ。めっちゃ食べたいっすね。うまいよこれ、味噌ラーメン。
大根のお饅頭みたいな感じ。ほとんどペロッと完食です。早めの勝ち。カレーから。何これ。ああ、これカレー。何ですかねこれ。ヒラメ。あ、エイ群れ。あ、群れですかねこれ。なんかのちっちゃい。いや、なんだこれ。何ですかね。ああ、群れっぽいね。なんか群れですね。いやー、ちょっとなんか鉛かなんか落としたらこう散る、散ったりどうかな。いやー、ここはほんと魚っ気ありますね。おー、何か食ってますよ。んー、何が食ったらこうなる。今度足掛けをキス釣りに変えて投げてみました。どうでしょうか。いや、なんですかこれ。こう掴んだ時にね。いや、ありがとうございます。来ました、メバル。水族館へどうぞ。元気。やりました。今日はイカ回ってくるかな。厳しいかな。今日はイカっ気がありません。メバルくん結構釣れます。赤色に変えてみました。いや、終了です。あ、まいった。今日は小さいのはリリース。いやー、日々状況違いますね。今日はイカにお目にかかることはできませんでした。まあ、また来てみようと思います。ご視聴ありがとうございました。